皆さんよろしくお願いします。哲学とです。この動画では通信制大学の入試に合格する方法として、志望動機の書き方とか、あと必要書類の入手についてちょっとお話ししておきたいと思います。通信制大学の入試っていうのは、まあ通学制の大学と違って、まあ学科試験なんかはない場合が多くて、じゃあ何でその合否を決めるのかっていうと、まず基本的には志望動機書と、あと提出書類ですね。ちゃんとまあ高校を卒業してるかどうかとかっていうのを、そういう確認の書類っていうのを提出して合否が決まると。で、高校とか、あとその前に大学を卒業してたり中退している場合には、その成績証明書とが必要になりますので、まあこういったその卒業証明書っていうのは、まあなるべく早めに入手しておくのが大事だと思います。で、まあ、この動画のメインであります、志望動機の書き方なんですけども、志望動機の書き方、志望動機書っていうのは大体そうですね、A4 1ページとか2ページとか、まあ、800字とか1200字以内で書くようなものが多いと思うんですけど、なぜその大学で学びたいのかっていう理由をしっかりと書くと、まあ、この大学ではこういうことが学べて、まあ、そのために勉強したいみたいなことをちゃんと書かなきゃいけないんですね。ただその理由をちゃんと書くと、学問的な論証の能力もここで問われていると。私はね、気学の、心理学部で勉強したいと考えていますと。なぜなら、まあ、社会に出てから、こういった理由で、まあ、心理学についての理解を深める、必要性が高まったからであるみたいな形で、ちゃんとその主張を支える、理由っていうのも書くと、ようなことに慣れておくと。まあ、そうですね。志望動機書をまず読む理由の、書かせる理由の一つとしては、まあ、その人が本当に大学に入って、学問ができるかどうかっていうのを判定するっていう意味合いがありますので、入学前の、学習とか、入学後の学習についても書いておくことが必要だと思います。この大学で心理学を学びたいと思っていて、前段階として、まあ今現在こういった心理学の勉強をしているとかね。で、あとその入学後はこういったか、入学後は、スクーリングにも積極的に参加して、学習を進めていきたいとか、入学後にどういうことを学びたいのかってこともちゃんと書くということが大事ですね。で、まあ、もしなんですけど、こういう時に、何か引用文献とか、そういうものを志望動機書の中で何かを引用したりとか、そういうことをした時は、ちゃんとその出典というものも書いておく。そういう部分の扱いがしっかりできる人かどうかっていうところも見られてますので、まあそういうところはしっかりと書くと。で、まあ通信制大学の場合は社会人で入学してくる人が多いと思いますので、その自分がその大学で学ぶことによって、卒業後にどう社会に貢献できるのかについても書くと私はいいと思います。まあ、ここで心理学を学ぶことによって、まあ、例えばその職場でのメンタルヘルス活動に、より深く関わっていくことができるとか、あとはその、ボランティアで、社会貢献していくとかね、そういうようなことを書くことができると思いますので、まあ、卒業後の社会貢献ってことも書いた方がいいのかなと思います。で、内容についてはそういう感じなんですけど、必ずその、願書の方に、大学が指定した志望動機書はこういうふうに書きなさいっていう指定があると思うので、それを書くと。例えばその、一行目に氏名を書いて、で、志願番号を書いて、みたいなことが書いてあって、で、その後、志望学部学科とかね、それを書いた後で、一行開けた上で、章立てをして書きなさいとか、そういう指定があると思いますので、それを必ず守って書くっていうことが大事です。あと、字数を厳守するっていうのが、まあ、もちろん当然必要で、800字以内だったら800字以内で書く必要があるし、1200字以内だったら1200字以内で書く必要があると。
で、やはりですね、あんまりにもそのキツキツに書いてあるというのもいけないと思うんですけど、指定された文字数の、最低8割以上は書いた方がいいと私は思いますね。あんまりにも少ない半分以下の文字数とかだと、本当に大丈夫かなとか、死亡する、意味があるのかなとかってと思われちゃうので、8割以上書いておくのがいいと思います。で、あんまりにもその、極端な開業とかね、そういうのはやめた方がいいと思いますね。で、ちゃんと書くと、死亡動機書。で、そうですね。死亡動機書の、書き方っていうのも、いろいろネットにも出てるし、すでに入学した人のブログなんかを参考にするのもいいかなと思います。通信制大学は結構その、入学の定員も多いので、不合格になるということはないように思っちゃうんですけど、やっぱりそういう基本的な部分ができてない人に関しては、その入学をお断りするっていう場合もあるようなので、しっかりと書く必要があるかなと思います。この辺、何か、こういう部分はどう書きましたかとか、そういう質問は、ぜひ、お答えしていきたいと思いますので、もしよろしければコメント欄の方に書いていただければ幸いです。この動画が参考になりましたら、右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方もお願いします。どうもありがとうございました。